言うんだったらさ、これ普通に常識的な感覚があったら、あのみんな見抜けることですよ。 わしみたいな素人でも常識がありゃ見抜けることだらけですよ本当は。でみんなそれ見抜かないし、みんな本当に不思議だと思いますよ。なあ、国家がとにかくコロナ怖いと決めたら、ずっとみんな立ち止まっているんですよね。でわしは街の中の信号機がだいたい黄色になっていようと赤になっていようと、車が1台も通ってなかったら通っちゃうんですね、わし。そういう人なんですよわしって。だって右向いても左向いても車1台も来てないのよこれ。でも信号は黄色だったりするわけですよ、赤だったりとかするんですよ。なんでそこで待っとかんといかんの。自分の感覚より信号機の感覚のを信じるの。この信号機は一番正確なことを言っている。今黄色だから危険なんだ、赤だから車通ってるんだって信号機が言っている。でもわしが見たところ一台も通ってない。どっち信じるのみんな。わしどうしても自分を信じちゃう人なんですよ。だから一台も車が通ってない、わーだろうっつって渡っちゃうんですね。これがね、仕方がない、これわしの頭脳がそう判断するんですよ。やりようがないわ。だって通ってないのに、なんで通ってないのにみんな待ってるんだろうと思う時あるんですよ。時々信号機のところでね、みんなそのとも待って、あれってわしが足を一歩二歩出そうとちゃうねって言って、なんかものすごく止まってるなと思う。もうその時から変な人たちだな町の人はなとずっと思ってたんだけど、もう分かりましたよ今回。みんなもう信号機が赤になったり黄色になってたりした場合、一台も車通ってなくて絶対危険がないのに絶対止まってるんですね国民って。すごいわ、なんかすごい人たち、従順すぎる人たちなんですよ。なんかこうわしと何かが違うんですね。自分の頭で判断しようと考えるわしと、あくまでも信号機が命令なさっているって思ったら、もう絶対にそれに従うって決めた人たちがいるんですね。だって今回なんかだってさ、別にさ、あの要請しか出してないわけなんだからさ、飲食店ストップしろとかさ、まあとにかくみんな剣をまたいで動くなとかっていうふうに言ったって、憲法で今はそんなこと絶対許されないことになっちゃってるし、だから要請という形しか言ってないんだから、法になってないから絶対逮捕できないんですよそれ破っても。でもみんな従うじゃないですか。